今日は久しぶりにいつもの仲良しメンバーと遊ぶよ。しおんちゃん、エイカちゃん、星野ちゃん、サンダーの4人で、ボート競争で遊びたいなって思ってたんだけど。肝心のボート忘れたー。いきなり大事件。サンダーちゃん、うっかりさんです。くっくっく、こんなこともあろうかと、しおんいっぱいボート持ってきたよー。わー。しおんちゃんありがとう。さすがしおんちゃんです。じゃあ早速ボート競争でこの中の一番を決めようじゃないか。でもまだゴールが決まってないね。そっかそっか、そうだった。どこをゴールにしようかな？エンド要塞。それなんか違う企画始まっちゃう気がするんだけど。はははは。じゃああっちのぼんやり見える氷山をゴールにするのはどうかな？いいね、了解なのです。絶対負けないからね。レッツゴー。じゃあみんな準備はいいかな？はい。位置について。よーい、ドン。行くよー。よし、サンダーがスタートダッシュ成功。待て待て、サンダーちゃん。操作が操作が。しおんちゃーんす。おやー。え、なんかすごい引っかかる。ガタガタなるです。もたもたしてるうちにどんどん抜かれていく。うおー。まだまだ巻き返すチャンスはあるはずなんだ。諦めるな、サンダー。竹やぶ生まれ、ハードモード育ち。やればできる、サンダー。ここから驚異的な追い上げを。あ、やばば。みんなみんな大変。どうしたの、サンダーちゃん。大事なものを海に落としちゃったみたい。何落としちゃったの？カズクラからもらった大事な星のイヤリングが海に落ちちゃったんだ。それはヤババなのです。大変なのです。こんな深そうなところ探しても見つかるかな。みんなで協力して探せばきっと見つかるよ。そうだよ、なんとかなるよ。サンダーちゃん、元気出してくださいです。ありがとうみんな。結構深そうな海だね。見つかるかな。しかも水が冷たすぎて凍っちゃいそう。中が全然見えないね。なんかうにょうにょした変な生き物がいるです。怖い怖い怖い。今は装備やアイテムもないし、このまま潜るのは危険だね。待って待って、なんかサメみたいのいるんだけど。うわーん、こっち来たです。来ないで来ないで。危ない危ない。この海こんなヤバい生き物がいるの？この中で小さなイヤリングを探すのは危険すぎるよ。そうだみんな、実はペル君に海で遊ぶって話をしたら、もしもの時に使ってって渡されたものがあるんだった。そうなの。すごいすごーい。そのアイテムがこちら。てるててーん。ペル君さすがだね。秘密のアイテムワクワクするです。何か使えるものがあるかも。ありがとう。早速中を見てみよう。深海探索セット、すごい、いろいろ入ってる。なんだか見慣れないアイテムがいっぱいだね。早速装備してみよう。みんなかっこいい。いいじゃんいいじゃん。水中呼吸の効果がついてるね。他のアイテムも見てみるです。光線銃？なんか強そうな武器だね。一回試し撃ちしてみよっと。あ、痛い痛い痛い。しおんちゃーん、なんかハートがおかしくなっちゃった。誰だー、仲間に撃ってるの。ごめんなさい。よーし、いざ深海へ行こう。レッツゴー。まずはみんなで潜水して探してみよう。やばば、上下がわからなくなる。何も見えない。真っ暗で怖いです。なんだろう、なんか煙が上がってる。ほんとだー、水中なのに不思議な感じだね。アイテムの中に水中で使える松明があるんだけど、オフハンドに持ったりどこかに置いたりすると少し明るくなるね。わー、見たことないお魚が泳いでる。光線銃。あ、何か落とした。糸引きワシ。真っ暗で何もわからないです。もし今サメが来たら。あ、みんなみんな、これ見て。何かの建造物だね。何かな。あれあれ、シオンだけはぐれた。みんなどこ。あ、水中呼吸切れてきた。大変大変、水中呼吸のポーション飲もう。助かった。何これ、何これ。マインガーディアン。エイカちゃんどうしたの。いたー。大丈夫ですか。ありがとう。大丈夫。自爆して攻撃してくる敵もいるから、みんなも気をつけてね。なんか海底神殿みたいなのがある。ボコボコ聞こえる。海底火山みたいな感じかな。見たことないものがいっぱいです。なんか怒りみたいなものがあるよと思ったら、危ないガーディアンが繋がれてるだけだったー。あ、みんな見て、ここ中に何かあるよ。発光のポーション飲むから一回集合しよう。ここだよー。サンダーちゃん見えたです。穴を開けて中に入ってみよう。よいしょっと。
なんだろうこれ。なんか乗り込めそうだね。周りの壁を壊して動くか試してみよう。そうしよう。サンダーちゃん、コリコリの動きが可愛いです。そうなの？見たい見たい。コリコリー、ほんとだー、めっちゃ可愛い。よいしょよいしょってしてる。サンダー乗ってみてもいいかな？いいよいいよ。乗れた。動けすごいですー。動き出したです。潜水艦だ。つれー、ライトがついたよ。サンダーちゃんかっこいい。これ一人乗りみたいだから、みんなの分の潜水艦も探してくるね。気をつけてね。うちらも捜索を続けよう。サンダーちゃんが戻ってくるまで生き延びるです。そうだ、みんな呼吸やばくない？って、あー、潜水艦行っちゃった。ヤババなのですー。貴重な潜水艦。危なかった。よかった。潜水艦は呼吸ができるから、うちのポーションを置いていこうと思っただけなのに、みんなのも探してくるから待ってて。やっぱりさっきみたいな建物の中にあるですかね。そうかもしれないね。暗くて探すの難しいな。同じところをぐるぐるしてる気がする。しかも潜水艦の操縦、結構難しいんだ。あ、見つけた。ナイス。敵がいるからまずは光線銃で。やばばー。自爆した。危なすぎるです。エイカちゃん来た。サンダーちゃんと合流できたよ。シオンも見つけた。でもなんかボロボロだ。そういえばペル君の用意してくれたアイテムの中に銅があったから、それで直せるかもしれないね。おお、ピカピカになった。ナイス。星野も潜水艦乗りたいです。なかなか見つからないです。星野ちゃんあったよ。こっちこっち。わーい、乗れたです。え、なんかくっついてるです。やだやだ、大変大変。わー、びっくりした。今の爆発で潜水艦にひびが入っちゃった。どうで直せるかな。直った直った。全員分の潜水艦が揃ったね。やったー。やばば、みんなが顔を動かすと上についてる望遠鏡みたいなやつも動くよ。面白いです。すげーすげー。みんなでサンダーちゃんの大事なものを探すです。頑張ろうねー。任せてよ。みんなありがとう。きっと見つかる。あ、さっきの巨大バネがいるよ。なんか警報音みたいな音が聞こえる。きっと潜水艦にあいつが近づくとアラームが鳴るようになってるんだね。そういえばペル君に聞いたことがあるんだけど、キラキラ光るものが大好きで、ピカピカするものを飲み込んじゃう性質の生き物がいるらしいよ。もしかしたらサンダーちゃんのイヤリングもあいつが飲み込んじゃったのかもしれないね。それは大変なのです。やっつけたらドロップするかな。危険だけどやってみる価値はあるね。来てる来てる。わあ、こっち来た。ビームで攻撃だ。シオンちゃんが食べられてる。すごいすごい、いい感じだよ。しつこく攻撃してくるです。シオンちゃん気をつけて。シオンピー、やられた。よくもシオンちゃんを。やばばばば、強い強い強い。うわー、サンダーちゃん回復しながら少しずつ相手の体力を削っていくしかないね。痛い。やばいやばい、ここに来て呼吸がしんどくなってきた。痛いです痛いです。落ち着いて落ち着いて。連続攻撃反対。やられた。でももうだいぶ体力減ってきたよ。あと少し。やったー、倒したー。グッジョブなのです。シオンちゃんナイス。すごいすごい。何か落としたかな。なんかいろいろ拾ったよ。ドキドキ。おかえりおかえりー。シオン、無事帰還しました。たくさんやられたけどねー。あははは、みんななんとか無事に帰ってこれて本当に良かったよ。本当だね。それで何をドロップしたの。この中にサンダーちゃんの大事なものあるかな。わあ、いっぱいキラキラしたものが出てくるです。これで全部だよ。ああ、これだこれだー。カズクラからもらった大事なイヤリング、みんな一緒に探してくれて本当にありがとう。よかったねー。サンダーちゃんも落とさないように気をつけてです。みんなのおかげで大事なイヤリングを見つけることができました。めでたしめでたしです。サンダーちゃんよかったね。深海の冒険楽しかったー。なんでー。ごめんごめーん。じゃあボートレースの続きといきますか。受けてたつです。このボートは俺のものだぜ。はっはっは。